著属の5局で構成される関東独立5局会による5局協力体制の呼称。テレビ、埼玉事務局よりプレスリリースが公表され明らかになった。関東地方の独立局のうち地上デジタル放送移行後にリモコンキー ID が3になる5局が各局を代表するバラエティ番組を30分ずつそれぞれの局に放送する。リモコンキー ID が9である東京メトロポリタンテレビジョンは参加していない。同組織で同時もしくは時差ネットされている番組は2011年10月現在すべて PT 枠扱いとなっており、番組内で放送される CM は各局独自のものである。2011年6月1日より参加各局共同での CM を展開し、電車内の釣り広告やトレインチャンネルでの広告キャンペーンを実施した。また、5局共同制作番組、共通セールスの推進を行っていて、その第1弾として2011年10月には5局共同で、第64回秋季、関東地区高等学校野球大会ダイジェスト、ロードトゥ選抜を放送した。ちなみに、ご一緒3チャンネルという呼称は、2011年3月の企画コンペで決定したものである。なお、南関東の独立3局においては、以前からの共同制作機構である、首都圏トライアングルも継続しており、2つの共同制作機構が並存する形となる。2012年3月より新 CM の放送を開始した。この CM では、テレビ、神奈川だけ略称が、テレカナのような日本語ではなく、tvk とアルファベットであることを、他の4局から皮肉られている内容である。関東独立5局会で、共通放送する番組のみ、ウォーターマークが各局統一された。関東独立5局会のキャンペーンが正式発足する2ヶ月前の2011年4月より、平日23時 -23、32、各局のバラエティ番組を5局同時ネットで放送している。ただし、7月は各局で全国高等学校野球選手権大会の中継、ダイジェスト番組放送に伴い、同時ネットとならない場合もある。また、テレビ神奈川に限っては、編成上の都合を理由とした、レギュラー番組の休止型加盟局に比べて多い。2014年4月からは、5局同時ネットは水曜と木曜のみとなり、他の曜日については、制作局、群馬テレビ、栃木テレビの3局同時ネットとなる。2014年9月で、レギュラー放送の5局同時ネット番組はすべて終了し、以後は年1回の秋季関東地区高等学校野球大会ダイジェスト、ロードトゥ選抜のみが5局同時ネットとして残ることになった。2017年4月からは、地域テレビが、すべての番組で23時台同時ネットを取りやめることになった。群馬テレビについても、23時台同時ネット番組は、禁止を、モテ服のみとなるため、事実上同時ネットは終焉したと言える。5局同時ネット廃止時点での番組、季節番組秋季、関東地区高等学校野球大会ダイジェスト、ロードトゥ選抜第64回以降、関東独立5局会各局の共同制作番組として、毎年10月下旬頃に行われ、翌年に行われる、選抜高等学校野球大会出場校選定の重要大会でもある、秋季関東地区高等学校野球大会の試合結果をダイジェストで放送。当該期間の23時 -23、30に放送し、その間の同時ネット番組は、各局別々に23時30分以降に遅らせて放送する。原則、開催地にあるテレビ局のスタジオから放送し、番組制作も開催地にあるテレビ局が担当する。関東独立5局会の放送エリア外である、茨城県、山梨県で開催される場合は、茨城県開催を、テレビ埼玉、山梨県開催を、千葉テレビ放送が担当する。都市対抗野球大会ダイジェスト第85回以降、独立5局各局の共同制作番組として、毎年7月に東京ドームで行われる都市対抗野球大会の試合結果をダイジェストで放送。原則として23時30分に放送するが、一部局ではほぼ同時期に行われる高校野球関連番組の都合上遅れネットとなる。前述のロードトゥ選抜をベースに2014年に5局共同制作番組として初めて放送された。J スポーツでも遅れネットで放送。テレビ、埼玉漢字で東京ドーム内のスタジオから放送。大会主催の毎日新聞と関東地方の大会出場チームを持つ企業が番組スポンサーを務めるが、AC ジャパンの CM も放送される。2014年3月までに同時ネット配信、または放送終了した番組現在放送中の番組2017年4月以降は放送なし。雨傘番組放送終了後一部の番組では、関東独立5局会加盟局から1、2局のみ、制作から外れて制作されている番組がある。ここでは、GTV、ギトを除く、東メンハンネット6、首都圏トライアングルのみの共同制作番組は除く。ありがとうございます。